ないってこと、それともじゃなくて単純に水道が止まるってこと。いや、わかんない。なんでですかって聞いたら、ちょっとわからない。出なかった水が。あ、そうね、そういうのはやっぱ日本ではあんまり考えられない、うん、まあ、ないよね。集中してます。おはようございます。おはようございます。ライトオンで。バージがやってくれます。うん。ごめんだな、フェイドアウトした感じ。はい、また来ましたよ、ブラジル。4回目ですね。去年にまあいろいろあってですね。で、実は今回大きな進展ございます。ドンと。見えます？この看板。ついに来ました。ファイベックスブラジル。はい。これ現地法人立ち上げました。でですね、これからまあ事業がこう開始するわけなんですけど、まあ今日はそれに先立ってまあいろんなゲストの方にちょっと今日ここに来ていただいてですね、でちょっとここのまあ今後のうちの事業の開始にあたってちょっとみんなで集まっていただいて、ちょっとまあ決起大会じゃないんですけど、まあちょっとした簡単なねパーティーをして盛り上がって、これからみんなで一緒に頑張ろうっていう、ちょっとそういうねちょっと盛り上がりの場をちょっと今回企画してます。まあちょっとこれからいろいろネタもあるんですけど、まあそんな前にちょっとこの 5X ブラジルのまあまずこれがねうちができる今のゼロからのねスタートのこの奇跡をですね、ちょっとここを紹介していきたいと思います。よし、そこ危ないよ、かかるよ。はい、危ないね、トラップがあるんで。じゃあちょっと閉めて。ここは以前ちょっとこうブラジルで物件探しに来た時に、でそこで一つまあここもその中で見た物件なんですけど、まずちょっとここをねちょっとまず拠点にして、スタートすることにしました。でここはまあずっと屋根高くて、まあ、ここは本当貸し倉庫なんですけどね。でこれは、まあ、なんでこうなってるかっていうと、会場のコンテナがドレージした際に、ちょっと向こう撮ってもらえます？そこの、観音開きの扉がですね前に開放して、でコンテナが後ろからお尻からこうつけられて、まあ、そのままこの高さでですね一応荷下ろしができるようになっている、まあ、本当そういうコンテナ向けの、まあ、倉庫になります。でそれをちょっと今回ですね、まあ、なるべくこうコストはやっぱ抑えて、やっぱり事業はやらないといけないし、まあ、やっぱり決してやっぱ失敗はできない、まあ、そんな中に、まあ、かつやっぱりこう商品の展示だったりとか、まあ、お客さんにちょっと見てもらえるようなそんな場所を含めてですね、ちょっと今回ここをですね現地のスタッフさんに頑張ってもらって、まあ、いろいろと作ってもらいました。でですね、ちょっと今回まあアルティメイトドリフトっていうところでも走っていただいてる橋本さんにもちょっと協力いただいて、34スカイラインをちょっと今回の、まあ、イベントに際してですねちょっとお借りしております。このカラーリング分かりますね、どんなカラーリングが。皆さんご存知ですか。はい、ブラジルですごくまあ日本の JDM っていう文化も非常に人気があります。でまあ本当昔々このカラーリングっていうのはですね、例のワイルドスピード、まあ今亡き俳優さんがですね、まあ、乗ったまあ伝説のカラーリングのですね一応車両になります。これちょっと今回展示しております。はい、ちょっとまだこれね何もお客さんが来てない本当静かな中でちょっと今紹介してるんですけど、ここがショールームですね。ちょっと簡単にちょっと入ってみましょう。
こんにちは。誰もいないですね。はい、非常に綺麗な、ショールームになりました。でここはですね、まあ、現地の、まあ、ちょっと前回ちょっとブログとかでもちょっと紹介したんですけど、現地の、まあ、中国企業さんが、まあタイアップしてですね、ぜひ、アメリカで結構人気のある、まあ、ディセンティっていうホイールメーカーさんです。でこれをちょっとブラジルで、まあ、一緒にちょっと協力してちょっと、まあ、販売をしてくれないかってことで、ちょっと、まあ、ここ最近ですね仕入れた、まあ、ホイールを展示しております。でここはねちょっと今回少しだけなんですけど、ブラジルでも人気のリバティウォークさんの商品とかですね、あと、まあ、少し今度ブラジルでも展開を企画してます洗車用品とかケミカルブランドのサムライ刀、はい、これちょっと今回 YouTube では初めてだと思うんですけど、これ新しくちょっと今回うちがですね、ブラジル向けにサムライっていうブランドでちょっと、そういう洗車とかケミカル、そういったカテゴリーをターゲットにしたブランド展開をしていきます。はい、で一応こんな感じでね、これからちょっとお客さんがね多分ゾロ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 来てくれると思います。まあいろんなドリフトのチームの方とか、あとまあいろいろお世話になってる、まあ身近な関係者の方たちがですね来ていただいて、これからパーティーを行うわけなんですけど、まあそういった人たちにも感謝しながら、まあ今日というこの一日の始まりのスタートの日を胸に刻んでですね、ちょっと後でまた僕も皆さんの前で挨拶をしたりとか、まあ皆さんにいろいろとですね楽しくちょっと今回ねパーティーなんで過ごしていきたいと思いますので、まあ、どうぞですね今後のこの 5X ブラジルちょっと期待してみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ああ本当ですかね。今日のフェイスピジャーっていう YouTuber 2人有名、フェイマス YouTuber、はい、で、まあ最近の撮影とかいろいろ協力してくれるって言ったんですけど、はいはいはい、で、今日はちょっと撮ってくれるので、うん、また、わかりました。じゃあ、よろしくお願いしますと、楽しみです。何かあるよ、何か。何かありますよ。明村さんがいてね、今この場所があってね、それとね、岡村さんに出会って、バンジーとかいてね、こんないいね、いい機会、なかなかないよね。ないっすよ。人生初よ、こんなの。本当っすよ。ね、すごいです、本当に。整いました。整いましたか。準備できました。タイミング出るときに、というか曲が聞こえ出して、曲のタイミング、曲の、ね、出だしてね、タイミングあるんで、そのタイミングです。じゃあ、行きます。いいですか？
Bom, boa noite a todos. Para quem não conhece, aqui é o Yamazu Eiji, ele é o presidente, fundador, CEO lá da 5X Japão, patrocinador oficial da Fórmula Drift japonesa, né? Ele que conseguiu algumas lacunas aí de peças, algumas marcas vamos trabalhar. E eu vou passar a palavra para ele, para ele falar que hoje ele é nosso sócio aqui no Brasil. とことみんなでどうぞ。日本からやってきました、山添と言います。最初に来たのが10月、そこでオブソン岡村さんと出会いまして、でそれからもう私はもうブラジルのこの魅力に惹かれて、でぜひちょっとここでビジネスをしたいと、でそうやって決めてからどうですかね、半年ぐらい経ちましたかね。はい、本当、今ではすごい大事な仲間である竹村さん、そして岡村さんでバンディがいて、こんな素晴らしいスタッフに囲まれて、この素晴らしいブラジルで、私はビジネスをスタートすることができるようになりました。そして、今日こういう記念すべきこういう素晴らしい日に、これだけ多くの皆様方にお集まりいただきまして、本当に、心から幸せに思ってます。これから日本の JDM、自動車の部品だったりパーツをですね、このブラジルでぜひちょっと日本の誇りを持って広めていきたいと思いますので、ぜひ皆様方ご協力のほどよろしくお願いいたします。はい、私からは以上です。パラバルでティンアガラパサパラバパラスラホープソン。これオープニングするか、あ、聞きましょうかね。はい、どうぞどうぞ、ここどうぞ、はい、引っ張ってください、はい、一緒に引っ張りましょう、はい、一緒に、はい、カメラお願いします。はーい、はーい、quem quiser conhecer pode ficar à vontade. Essa cota aí, vamos pegar essa cotinha, vamos ver lá. Olha só, Pedro, 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 Pedro. You with the sad eyes, don't be discouraged. Oh, I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it in the darkness. Inside you makes you feel so small. But I see your true colors shining through. I see your true colors. That's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful. Oh, like a rainbow. Verde, né? Caneta preta aqui. ここからブラジルのプロドライバー、橋本さんですけど、今サインもらいますのでよろしくお願いします。お願いします。拍手。明日は何ですか？明日はお誕生日。Aniversário. Amanhã é o aniversário do nosso piloto aqui. Vai estar recebendo um presente aqui do senhor Yamazui. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Hashimoto. Happy birthday to you.Vai, vai, 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 vai,